皆さんこんばんは、うん、元気ですか？なんかさ、あれだね、コメントのアバターが、みんなのアバターない。今日アバターないね。あ、今アバター来たわ。元気あるって、なんとか頑張ってますよ。元気かはあれですけど、頑張ってます。わあ、アイス。そうだ、今なんだっけ、なんかやってますよね、ショールームの。え、アイスとかき氷。え、待って、アイスって選んだらさ、アイスがもらえるんですか？で、かき氷って選んだらかき氷がもらえるんですか？じゃあアイスかな。アイス、アイスで、アイスください。これどういうあれ、ちょっとみんな教えて。あ、今週の土曜日、楽しみ、嬉しい。アイス、アイス、何何これ、アイスって選んだアイスがもらえるの？じゃあアイスクリームか。テロップ書こう。冷やし中華ちょっとお話し会、そう、楽しみ。え、ラストなんですよ。そう、そういえばちゃんとご飯食べてるって。うん、関和夫さん優しい、ありがとう。え、久しぶりだね、みんな。めっちゃ久しぶりやな。本当に1ヶ月ぶりぐらいかもしれない。いつしてました？前回いつしました？私だって今回東京に来てからやってないですもん。だって、そう、もうね、7月の4日から追って、で13に1回帰って、そう、4日ぐらい帰って、で18から来てるっちゅうけど、もう9日ぐらい多分おるね。そうよね、多分18、19、20、21、22、23、24、25、26、あ、もう9日目。やっとショールームできましたね。うん、生存確認ありがとう。誕生日ない？あ、そうや。じゃあさ、11日ぶりぐらいかな。うん、誕生日ぶりか。明日帰れる？うん、帰れん。帰れないですよ。あ、明日帰るって言ったのが最後。そう、明日帰るって言ったっけ。13、そう、あ、言ったっけ、配信で言ったんやっけ。そっか、頑張ったら帰れるって言ったっけ。やっと配信できました、嬉しい。そう、なんかね、あの、自分の心に余裕がなさすぎて配信できませんでした。そう、なんかさ、みんなと喋りたいなとか、そう思ったりとかしたんですけど、
そう、やっぱさホテルやからさ一人やんってなったらさ喋る人いないじゃないですか。でなんかそう今日あったこととか話したいなって思ったんですけど、そう思ったっちゃけどね、本当に心に余裕なさすぎて、そうマジで配信してる暇なくて、そうやっとね、いやまだ全然余裕ないっちゃけど、まあ、とりあえず今日は配信したいなって思ったので配信させていただきます、そう一人の時間ね多いよね。呼んでくれればいつでも来るのにって本当？可愛いってありがとう。そう。サードの声にやっぱり癒される、嬉しい。そうやって久しぶりにさショールームやって言ってくれたら嬉しいよね。サードの余裕の基準、サードの余裕の基準ですか？サードの余裕の基準分からんけど、とりあえずね今回のセトリやばすぎてめっちゃむずいんですよ。そう本当にヒーヒーなってる。本当にダンスの先生もこのセトリやばいよってぐらいやばいので、そうなんですよ今、ね、全然まだ心に余裕ないしめっちゃ焦ってるんですけど、そう今日ね通しリハやったっちゃわ。そうでも私まだレッスン終わってないんですよ。そうそこはめっちゃ不安なのに通し終わっちゃった。でもあと1回投資あるけど、本当にでも1回2回のさ投資じゃ足りないってみんな言うぐらいに、先輩でも言うぐらいにこの瀬取りに対してこの日数じゃ足りませんっていうぐらい、そうやばいので、全然そのまま心に余裕ないですけど頑張ってます。ちゃんと寝てるの最近はね、4時間ぐらいかな、4時間5時間ぐらい。いやでも昨日ね寝たのね4時前やったな。そうで今日は今日はね10時からそうレッスンだったんですよ。そうに入って私も心に余裕はないよ。でだからサーモンが癒し嬉しい、ありがとう。そう4時間ぐらい。えでもサーモンさ普段何もない時ね8時間とか9時間寝るんですよ。だから半分ぐらいの睡眠で頑張ってる。半分もないね、半分ぐらいか。でもそうなんか昨日ねオールするか悩んだんですけど、そう悩んだっちゃけどね、あのねさすがにもう目が閉じてきて、なんかもう絶対これ寝らんやったら明日倒れるなって思ったので寝ました。起きとけばよかったなって今は思ってますね。そうまだ山登ってるんですよ。そうなんか一番高い山を登ってるような感じがするな。なんかどうかわかんないけど、でもまあ4月ねそう90曲ぐらいそう頑張って覚えたから、そう全然曲数に関してはそんなないやんか、ワン公演やから。そうやから、でもねそうそうでもやったことない曲がねほぼなんですよ。やったことある曲ももちろんあるっちゃけど、そうやったことないプラス鬼むずいとかね
オールはダメ、ダメか。寝不足、うん、だね。うん、多分オールしてもさ、多分いいことないよね。次の日に支障をきたすよね。睡眠足りないと力出ないから、寝るときは寝て寝そうね。確かに。やめるのもったいない、そうやって言ってくれて嬉しい。え、寝不足って熱中症になると？そりゃ大変だ。ハンバーグとステーキだったらステーキ。徹夜したら怒るよ、サロモンって。うん、山は登るもの。そうね。え、そう、頭ボケってしちゃうの分かる。めっちゃ分かる、めっちゃ分かります。うん、そう、もう寝れるもん今すぐ。そう、今12時間ぐらい寝たい気分。実際に俺は寝不足で熱中症。寝不足って本当になるっちゃね。ボンドって何？ボンドいけそう。ボンドって何？そう、休養とレッスンのバランスは難しいんです。今日まで毎日ね、あったので、ほぼ、いや、休みももちろんあったっちゃけど、そう、休みもね、本当に、何、動画見て頭に入れる作業とかめっちゃ頑張ってた。でもそれでも足りないんですよ、時間が。もう、そう、なんかさ、お昼の2時とかにレッスン終わったらさ、そっからさ、夜まで時間あるやんか、めっちゃたっぷり。でもずっと動画見て、鏡の前に立って踊ってってやっても、本当に一晩中やっても足りないんですよ。なんか悲しいよね。なんか昨日もさ、ね、4時ぐらいまで前ずっとやってて、そう、昨日もね、レッスンね、昨日何時にやったっけな。そう、昨日もさ、結構早く終わったんよね。そう、うん、昨日も1時に終わったけど、そう、4時までやっても、朝の4時までやっても全然足りなかったので。ぼーっとして、裸足でレッスン行ったりしてない。大丈夫、それは大丈夫。1日24時間じゃ足りないって思う時ある。全然ある今。確かに、確かにね。そうね、24時間足りん足りん。配信どれぐらいやる？今日はね、めっちゃ久しぶりなので1時間やろうと思ってますよ。パワーください。ね、そういえばさ、今日さ、わ、めっちゃ濡れた。どうしよう、巾着がめっちゃ濡れた。そう、今日さ、ローソンのマチカフェでさ、マチカフェを自分で初めて買ったっちゃけど、ミルクティー買ったっちゃけどさ、メガサイズ買ったっちゃは、メガサイズを買ってみたんですよ。なんかメガサイズってどんぐらいあるかなって思って。そう、うん、コーヒーじゃなくて、私はコーヒーも飲めないのでミルクティーにしたっちゃけど、そう、マチカフェ飲んだことあるけどさ、多分小学校とか中学生の頃やから、本当にそう、390円だった、このサイズで。めっちゃでかくない？いや、これなんかショールームの画面で見るとさ、めっちゃちあれですけど、私のお顔ぐらい、いや、顔、
いや、そんなないね。あのね、顔より大きいかも。顔より大きいですね、多分。そんぐらい。これ何取るやつやろ。でもさ、ちょっとさ、見えたんですよ、カンカンを2つ入れてました、店員さんが。あ、そういうやつやっちゃうって思って。そう、でもこれあんま甘くなかったな。今日ローソンのコーヒー買ったらお湯飲んで、でなんかカンカンを2つ入れて自分でミルクを入れに行くみたいな感じやった。そう、でやり方わからんすぎてさ、あの外国の方店員さんだったっちゃけど、そうバテって言って、あの黒かったよ、中身が黒かったっちゃう。だからさ、これアイスコーヒーですかって間違えたかなと思ってさ言ったら、いや、あのミルク、ん、紅茶アイスティーですって言われて、ミルクはあっちで入れてくださいって言われて、あのさガムシロップとさミルクあるやん、それかなって思ってそれを取ろうとしちゃったら店員さんが出てきてくれて、あ、これから選んでみたいな、あのボタンを押して機械から出てくるやつやった、ちゃんとで完成しました。豆が辛っ、お湯が出るっちゃ。それでもなんかさ、ほぼ氷やった気がする。もう激薄、さっきじゃない、もうめっちゃ前に買ったので、これ氷ね全部捨てた。さっき机がさめっちゃびしょびしょになってさ、これも水滴で、カップ持ってきて隣の機械でお願いします。そうミルクティーめっちゃ好きで、何やっけ、わ、待って、どっかのミルクティーが美味しかったよね。忘れちゃった。あ、タリーズのねミルクティーがね美味しかったよ。で、美味しかったからあのペットボトルのちっちゃいやつを自動販売機で見つけて買ったんです。タリーズ飲んだ後に。そう、私もあやねさんのさストーリー見てさ、あやねさんは何ぐらいなんやろと思って買ってみたらこんな大きかった。あ、サーノンの手をこうした時ぐらいのサイズ。めっちゃ目いっぱいに開いたぐらい。あ、カバー、それつきたかったっちけどさ、つき忘れて帰ってきたんです、きっと。私はそうです、そうです、茶色いやつあったね、確かに。ミキティみたいなミルクティーちゃった。そう、なんかもうでも薄い、もうほぼお水くらいの薄さしてる今。帰ってすぐ氷抜けばよかったな、失敗しました。美味しいミルクティー知りませんか。ミルクティー、そう、コーヒーはねまだ味覚の問題で飲めんというね。そうやからミルクティー、紅茶、美味しい紅茶、ミルクティー教えてください。スーちゃん7連やんなって。7連お話し会？何連か分からんな。何連か分かりません。ミニストップのミルクティー飲みたい。ミニストップってさ、いやあるけどさ、なんか探すの難しくない？あんまないよね、意外と。あるっちゃあるけど、ないっちゃないよね。でもなんかセブンイレブンとファミリーマートにはなかったんですよ、こういう系の。別なかった。
か言えんちゃろか、逆にミルクティーあんまり飲めん。そっか。そう、ミルクティー美味しい。タピオカミルクティーね、美味しいね。前にミニストップで買っちゃうんかったっけ。あ、ミニストップはね、ソフトクリーム、アイスクリームが美味しい。そう、ミルクティーね。あ、待って、ミニストップのミルクティー美味しいね。でもあれはあれやね、あの作るやつやないね。あれ美味しかった、確かに。あ、確かに確かに。あ、それで言ったらあれ、セブンイレブンありますよ。セブンイレブンのも、でもね、セブンイレブンのミニストップのはさ、大きくて200円ぐらいやったのに、セブンイレブン細身で200円ぐらいするんですよ。まだ飲んでないですけど。ミルクティー飲んだわ。あ、午後の紅茶美味しいね、確かに。スイーツパラダイスいいね。 STU さんすごっ。あ、コーヒーはアイスでも熱いのが出る。なるほど。あ、それでアイスを入れるんですね。いや、午後しか飲んだらか、いやでも午後じゃない飲むの。スイパラ、なんか動画を毎日見てるからかな。なんかさ、なんかね、目がなんかね、おかしいんですよ。疲れてるのか何なのかわかんない。なんかね、もしかしたら視力低下したんかな、これ。いや、多分眼精疲労やと思うけど。メガサイズね、とんでもないぐらい多かった。もうここパンパン、こぼれるくらいパンパン。そう、寝不足、そういうことか。あれ欲しい、赤い目薬欲しい。目の疲れに効くツボ、そんどこですか。なんかヘッドスパとか行きて、行きたいな。アイマスク、あ、蒸気でアイマスクあるね、あるね、あるね。え、そう、溢れてましたよ。でもちょっとさ、ホテルに帰るときにさ、ちょっとね、出てきてたんですよ。手がちょっと濡れて焦った。疲れ目してる、ほんと？赤い目薬、ちょっとトマトジュースじゃないよ。そう、視力いいんです。そう、ハリセンボンさんいいね、街で。そうや、こないださ、あの劇場でプレゼント受け取ったんですけど、でもそうだ、前回のさ、紹介するって言いながら、もう私あれだよね、お家で勝手に開封しちゃった。あ、ブルーベリーね。ブルーベリーって、え、ブルーベリーやっけ、目にいいのって。ブルーベリーか。バイクのね、手袋とね、ちょっと待って、バイクの手袋つけてみたいね。
これは、あ、待って、これ、待って、つけれない、つけれんかな、今。とりあえず、バイクの手袋があるんです。嬉しい、ありがとう。でもこれ、ちょっと待って、どう見せたらいいか。すごい、めっちゃかっこいいよ、めっちゃかっこいい、イエーイ。ちょっととりあえず、これをしまって、ありがとうございます。こんなで冷や汁定食、行きたいな、こんないいの、行きたい行きたい行きたい。お洋服、お洋服、お洋服、ありがとうございます。いいね、冷や汁定食。いや、これさ、この腕の部分、お腕の部分がさ、バルーンになってるのがいいなって思った。ありがとう。ソフトクリームも美味しかった。待って、わさっぴさんの投稿見たぞ。それマンゴーかな、何やったっけ、マンゴー食べちゃった。こんねこんじょたてよって、こんねこんねこんねるん、そんなことあるんだ、嬉しいですね。あ、見て、ジョージの靴下が届いた、嬉しい。今ね、ちょうどジョージの靴下めっちゃ集めてるよね。そうそう、このシリーズのね、めっちゃ集めちゃって、あの、私が持ってないやつを送ってくれた、ありがとう。あ、そう、マンゴーとミルク、見た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 、カチューシャ、かわいい、カチューシャ、ジョージ・クルーニー、ジョージ・クルーニーっていうの、今髪につけれませんが、今さ、今つけても全然可愛くないけど。カチューシャ、ありがとう。そう、可愛い。そう、ジョージね、ねねねねね、聞いて、ジョージね、靴下、これめっちゃ嬉しくて絶対履くんですけど、え、これめっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛いと思って、なんか嬉しい。まだ開けてないんだけどさ、洗顔やメイクの時にぴったり、リラックスタイム、あのヘアーターバン、めっちゃ嬉しい、ヘアーターバンめっちゃ嬉しいんですけど、ヘアーターバンさ、ちょうどさ、私あれが欲しくって、サイコさんの大物やつが欲しくて、そう、ずっと買うか迷っちゃって、そう、まだ買ってないっちゃけど、そう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、ごめん、嫌な音したら、ヘアターバンじゃないよ、ターバン、あのさ、よく洗顔とかの時に使うやつ、めっちゃ可愛いんですよ。ちょっと初めて開ける、今からずっと開けようって思っちゃったっちゃけどね。え、これ絶対開ける、あ、テープ開いた。ちょっと待って、これ絶対開けるの、誰か開けてください。すごい粘着力。ジョージ嬉しい。ジョージね、めっちゃ嬉しい。そう。
どうやって開けるんこれ。まだ開けちゃダメなのかな。あ、開いた開いた、楽しみ。じゃじゃんじゃじゃじゃん、かわいい。6歳以上やって、6歳以上やって、私使えるわ。がんこちゃん懐かしい、好きやったな。がんこちゃん、がんこちゃん大好き。さな、うん、ちゃんはジョージの他に好きなキャラクターいたりするって。サンリオ、サンリオやったら、ね、サンリオやったらさ、私さピューロランドでさチームメイトでライブしてからシナモンくんがめっちゃ好き、とりこになった。でもディズニーやったら私はやっぱりダッフィーとかシェリーメイちゃんが好き。うん、いや見てめっちゃ可愛いよ、やばくない？可愛い、なんかモフモフしてる、モフモフしてます。ほらジョージ、ハートのジョージ、めっちゃ可愛いんですけど。あ、そうシンバ大好き。シンバね、お人形いますよ、うちに。そう、なんかねピューロランドに遊びに、遊びに行くじゃない、遊び行ったことないわピューロランドに、サンリオピューロランドでさ、あの8の日する前まではあのサンリオのキャラ、サンリオさんやったらあのマイメロディとか、そうクロミちゃんとかが普通に、ポンポンプリンとかが普通に好きだったけど、シナモンがめっちゃ好きでしたね。いやてかね、シナモンくんはねもともと好きなんですよ。そう、あの小学校の頃のね定規とかシナモンだった。え、可愛いよねこれ、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い、これ可愛いよね。でもこれつけたらさ、あ、そうシュガーバニーズはねめっちゃ好きよ。シュガーバニーズはあの私が初めて買っ、初めてよね、うん、そう小学校1年生の時の初めてのあの筆箱、めっちゃ可愛い。これつけたい。これ出てつけるとこんな感じになるかな。待って、お風呂入ってるみたいや。待って、これつけたいけどさ、今つけたら事故るからつけないですけど。そう、かわいい、ありがとう。待って、これさどうしようかな、入れ物に入れるか、あ、袋に入れちゃおう、持って帰るのにね、袋に入れて帰るね、かわいい。これ入れて使うね。トゥトゥトゥ、そうシナモンくんはマジだったら好きになりますよ。みんなみんな好きになるから、本当にみんな好きになる、みんな好き、好きになっちゃった。うん、本当に。嬉しい。無駄につけたくなるね、これは。あの用なくてもつけたくなる、かわいい。あとね、これ何やったっけな、なんかスプーンみたいなやつ、ちょっと待って、え、グレタマ？グレタマ全然詳しくない。うん、
ぬいぐるみ好き。ほらディズニーのね、レッスンつけてったらもうやばいやん、やばい子やん。え待って、これさあれじゃない、アイスね。ええめっちゃいいじゃんこれ。アイスをさあ、アイスってさ、アイスってさあれやん、なんだっけ、硬くてさあのすくえんかったりするやんか、そういう時にあの使えるやつ。私これめっちゃ好き、嬉しい、すごい。しかもさ、えプーさんやん、めっちゃ可愛い。プーさんね、可愛いね。なんかさプーさんのさちっちゃいお人形がうちにあって、でも今はないけど、そう小さい頃持っちゃったプーさんの人形めっちゃ甘い香りしてたの思い出した。うん、えプーさんも好きやな、確かに言われてみたらプーさん好きですね私。うん、プーさんも好き。うん、なんかこれって決めれんね。うん、そうサンリオさんとか、あサンリオさんとか、そうディズニーだったらね、いやもちろんね一番はダッフィーとシリーメイスちゃんだけど、あのディズニーだったら、でもプーさんも好きだし、そう。キリミちゃんね、グーでたまたま、グーでたま、グーでグーでグーでま、何それ絶対今の違うよね、ごめん。そうプーさん、えプーさんの世界のプーさんが好きよ。うん、ピグレットとかじゃなくてプーさんが好きなんよ。そう、あ待って、プーさんもさなんかあるよね、なんかあるよね、わかる、なんかある、なんか可愛いキャラクターあるよね。いいよとかおるね。私はプーさんが好きですよ、プーさんが好きです。うん、全然違くてあった、ごめんごめん、大好きな歌をめっちゃ変えちゃった。グーでたまたま、グーでたまじゃなかった、聞いたことないちゃん許してよ。ダッフィーとクマのプーさんどっちが好きですか。ダッフィーですね、でもそうやって言われたら、そうね、そうやって言われたらダッフィーって言っちゃうね。うん、あプーさんで嬉しい、書いて書いて。グデグデですね。いや違う、いや本当にさ、だってさ書いてくれた歌詞に勝手にメロディーつけてた、じゃあ何、じゃあどうやって歌うの。グデタマグデタ、待って、だってさそういうさ書き方やったよね、ちょっともう一回歌うわ。じゃあえ、どこ？でもほら、グーで、え？グーでたまたま、いや、グーでたまたまって書いちゃうもん、うん、グーでたまたま、グーでたまたま、え？たまたま、グーでグーでグーでたま、絶対違う絶対違ううん、難しいわこの曲。ディズニー行きたい、確かに。プーさんとエイトくんが一緒になってるぬいぐるみ今度持っていきます。え、プーさんとエイトくん、ねえそれ、何それ、何それ、すごい嬉しい、楽しみにしてるわ。うん、お前やねつぼるわって、いやいやいや知らんちゃうもんだって、元知らんけどおもろいって嬉しい、笑ってくれて全然分からん、ね、難しいね、私作曲家なれるかもしれん、なれませんけど創作、創作か
ナイス、ありがとう。そう、もうすぐね会えますよ、みんな。でもラストですね、ほな司会なりませんけど、その話はだってむずいの分かるもん、うん、ミッキーと一緒に写真撮ったことありますか？ないね。シンガーソングライター無理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 です、シンガーソングライターなんてそれ歌詞も書かんといかんよ。どこで会えると？会えますよ、横浜で。パシ横で会えますよ、パシヒコ横浜来てね。29と30絶対来てください、みんな。もう絶対来てくださいって言っても全然何もないでしょ。絶対来てください、みんな。本当に最後ですよ、お話し会。プーさん、ピグレット、ティガーのセットは外せない。どういうこと？あ、そのセットね。なるほどね。作詞するのでよろしく。あ、それは全然いいですよ。グーでたま、グーでたまって歌詞どう？ちょっといじりおるやろ、みんな。本当にほぼ水かな。お話し会みんな来てくれますか？ラストですよ。そう、今回ラストのメンバー多いね、多分。卒業したメンバーも今回最後やんか。そうで、私も最後なので、30日疑われるぐらいに長く話しに行くから待って、待ってる。そう、あのラストなので、みんな私に言いたいこと全部伝えてください。あ、ミッサーさんもか、そっか、今日さ、ミッサーさんに久しぶりに会って、そう、心配してくれてました。優しい。当日券ですか？サロンは当日券してほしいぐらいなんですけどね。ないね。うん、そう、なんか悲しいね。でもまだ全然実感なくて、私には。そう、多分29、30も最後って感じ、多分せんと思うな。とりあえず3回挨拶ループして、その後まとめて出そうかなって悩んで。うん、いいと思う。他のメンバーのゲーム使いますわって。優しい、ありがとうね。確かに確かに卒業ねするメンバー多いね、うん、まあ8はねやっぱ考えちゃうよね。うん、もしかして券の受け取り始まってます？え、券の受け取りなんてあるんですか？始まっちゃうじゃない？うん、8回ループする、待ってるわ。あ、しげおさん久しぶり。え、嬉しい。1日あたり30枚待ってるわ。お話し会で泣いてそらちゃん困らせないように頑張るって、全然無理せず、あの楽しくねお話ししようね。え、嬉しい。全部回したって私嬉しい、ありがとう。ラストやもんね。
私はとても実感してしまってるって。私全然実感してないんですよ。そう、それがそうね、実感してなくて、受け取り始まっちゃってまとめて4分くらいにしんみにお話ししますかって。4分なんですか？30枚って4分なの？嬉しい、アイスありがとう。そう、みんなラストなので全部あの言いたいこと言ってね、私に。でも卒業後もね、会えればあるといいな。公園入るたびに泣いたりしてるし、お話し会でも泣いたりするし、私何って。愛だね。ありがとう。そう、でもなんかお話し会じゃない、公演とか出るとさ、そう、あの私以外のファンの方もそう、応援してるよっていうか、あの頑張ってねとか、そう、卒業アップお疲れ様とか言ってくれる方がさ、たくさんおって嬉しいですね。うん、話して話して。うん、あ、スルポンさんありがとう。そうそう、ユナネット連番するけど、うん、2人泣いてめっちゃ、うん、さらちゃん困惑させちゃいそうって。大丈夫だよ。卒業後は女優になっていつでも見れるようになってって優しい。うん、29、30勤務シフト変更で会えますね。え、会えんと？待ってよ、最後だよ、最後やのに。いつまで在籍しますかって。いつっていうのはね、まだはっきり決まっちゃなくて、でも私の気持ちとしてはそう、あの10月とか、そう、秋頃考えてますね。そう、4周年迎えるので、そう、私が泣いてたらそのハンカチ貸してくれるのかな。じゃあ机にティッシュ置いときますねティッシュだったら何にでも渡せるので、うん。卒業したらソロイベントとかやりましょう。やりたい。やりたい。うん。泣いたら指さして笑ってくださいって。分かった。任せて。リアルでね、そうだよね。でも卒業後に会えたらいいな。ティッシュかって、だってハンカチ何枚あっても足りんやん。ね、卒業しても会えるかなって。会いたいです。うん、会いたいな。なんか寂しいもん。うん、
ねそういえばさ、髪のさ、髪の毛のさ、ピンクほぼ抜けたんですけど、私もうほぼ茶色っていうか、公園の時に気づいてこの間の。そう、なんか毎日タオルがね、ピンクに染まるんですよ。でも最近それもなく、でも、もうほぼピンクじゃないです、茶色。うん、そう、なんかピンクシャンプーとかした方が良かったちゃうか。でもなんかピンクシャンプーって難しいちゃう、なんかピンクになったりするんやろ。それは嫌ですもんね。なんかお話し会ピンクじゃないかも、普通に茶色いかも。ピンシャンも遅くない？もうほぼ落ちてる多分。見た感じピンク感ない。うん、卒業したら、うん、芸能活動する予定ありますか？そう、芸能活動ね、続けたいんですよ。そう、うん、この地球上にいる限りサウナに会えると思ってるのでって、信じていますって、信じてください。そう、びっくりした、こんな早く抜けるとはって感じですよね。うん、ツーショット写メ会楽しそう、うん、公演の時ピンクに見えた。え、公演の時ピンクに見えた？じゃあピンクいのかな、ピンクいかな。なんかねピンクにあんま見えんけど、でもじゃあピンクなのかも。日曜日にルカちゃんに会ってきました。あ、ルカさん、和歌山のルカさんですか？山本ルカさん。はあ、眠い。自分昨日女の子生まれた。え、子供、え、かわいい、いいね。サウナみたいにかわいい、嬉しいね。ちょっとだけ前髪切った。おー、よく気づいたね。そう、あのね、え、待って、誕生日の前日に切ったから。そう、切りました。メイクさんが褒めてくれて嬉しかった。そう、メイクさんがこの間ね、あのヘアメイクしてくださった時に、劇場で、そう、あの前髪お願いしますって言ってやったら、お、前髪切ったって言って、めっちゃいいって、いい感じって褒めてくれて嬉しかった。こんばんは、ひでりんごさん、元気そうでよかったです。そう、あの今パワーもらってるんですよ。そう、パワーもらってる。ちょっと元気なかったんでね、ちょっとね最近頭がいっぱいすぎて。コメントくれたり嬉しかったですよ。ライブのリハーサル練習大変さそう。本当にさ、もう本当に本当に本当に今こう配信してますけど、本当にこんな暇ないぐらいに、本当にもう今サウナの頭やばいんです。うん、いっぱいすぎて。そうそう、まだレッスンも終わってないですし、でも投資は終わっちゃったし、どうしていいのかわかんないんですけど、うん、とにかく毎日頑張ってます。毎日パワー送ってますよって、送ってね、これからも。え、そう、8月5日とかやばっ。え、そんなの大丈夫かな、本当に、本当に大丈夫かな。そのなんかさ、
めっちゃ曲が早いやつとかあって、そう音でやると全然ついていけんとか全然あってさ、そう悔しい。そう 70% 音源やったらなんとかついていけるのに、 100% 普通の曲でやったら全くついていけなくて悔しい思いする曲あったりとか、そう。2週連続会える、イエイ。でもさ、今日はちゃんと寝ようって思ってるんですよ。今日はね、あと、あ、もしかして充電？いつもは寝れないのかな。え、そう、さあちゃんと髪色同じで嬉しいって。ピンクブラウン噛んじゃった。電波悪い今は。今日じゃなくてちゃんと寝てくださいって。寝ますね。じゃあ今日は寝ますね、とりあえず。でも今日は寝るって言ってももう8時半やからね、多分寝るの、寝るの何時になるかな。最近本当に4時とか寝てる、うん、早くて3時。昨日はオールする予定だったけどできませんでした。戻った。じゃあ充電ですね、きっと。日曜日のためにネイルしようって思ってて、ね、うん、バイトもないから水色かオレンジだったら水色の、ああいいね。そう、3時とか4時とか。でもさ、いつやったっけな、5時に寝た日あったんですよね。あの目覚ましテレビが始まってから寝た日あって、めっちゃさ面白いと思って、いやもうこれ起きる時間やんと思って、そう。不眠症あるある。あ、そうあったよね、確か5時にお休みみたいな書いた日。戻ってきたかな。戻ってきました。更新した、動いたね。30分に終わるね。めっちゃ固まってます。嘘やん。ただいま。リアルに何？リアル話しか初めて参加がラストになるか。いやでも卒業してからも会いたいね。うん、会いたいので最後じゃないと思って会ってください。まあ AKB のそう上美空のはラストですけど、お話し会広げちゃって、そう今日通しちゃったからさ、立ち位置もう一回覚え直しっていうか頭に入れてたけどさ、いっぱい立ち位置があって、あ、この量のこの何十曲もある曲を覚えるのって、あ、今回が最後なんかなとかさ、そうね、ちょっと寂しくなりましたけど、そうなんかさ、今まで8のコンサートめっちゃあったから1年間に3回ぐらいあったやん、そう何十曲も覚えるタイミングが、2公演とかあったりしたらさ40曲とか覚えんといかんやったやん。そう
ね、半分ぐらいやけどさ、そうなんか定期的に何十曲も覚えてたのがね、これラストかって思ったらなんかちょっと寂しいよね。ファンミーティングしたいね。卒業後はどこで会えそうですか？どこかわかりませんけど会いたいです。うん、会おうね、もちろん会おうね。卒業したらファンクラブ入ります。ありがとう。まだ作るって言っちゃらんのに入ってくれるんや、嬉しい。そう、芸能活動を続けるので。でも何もかも未定ですよ、本当に未定。ファンクラブの会員費は715円、覚えやすい。会員費ってどのぐらいなの普通。あ、月715円とかそういうの。宮崎でもどこでもいいか飛んでくれたら絶対会おうね。飛んでいくから絶対会おうね。そう、でも宮崎でもさやりたいよね。東京でも宮崎でもなんかやりたいよね。楽しそう。1日715円なら考えるめっちゃ面白い。1日715円確かにきついね。1日715円って高くない？普通に高いよね。多分高い。あれですよ、あのカープの駅があるとこ。終わんなきゃ復習しますね。頑張る。日南ですね。海がいっぱい広がってますよ。うん、大好き。日南大好きよ私。よし、じゃあ30分になったのでね、ランキングは寂しいですけど見たいと思います。そろそろね。ファンミーティングがあったらどこでも行きます。嬉しい、やりたいね、そういうの。おー、どーん、毎日月1ぐらいで。なんでなんでなんで月 1？ すごいね。早いね。確かに終わっちゃおうかな。そう、転覆救助おいしいよ。よし、じゃあね、そろそろランキングを読んでいきたいと思います。なんか久しぶりに13位は小市さん、ありがとうございます。12位は篠太郎アットマーク、そらちゃん大好き、今週の土曜日日曜日よろしく、セブンさん、ありがとう。7位はおけいちゃん、ありがとう。6位はわさっぺさん、ありがとう。5位はコクヨウさん、ありがとう。4位はカラスのカーコさん、ありがとう。3位はカズトさん、ありがとう。2位はドマさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。
よく泊まる？嘘。泊まってました？ごめんなさい。電波ですかね、きっと。気つけてやりますね。あ、めっちゃ泊まる？嘘。ごめん。じゃあそろそろ。とりあえずね、終わりますね。え、多分見えてるよね。キモカエサちゃん大好きよって。次いつかわかんないけど30日。そう、29、30は会いましょうね。29、30ね。じゃあみんな、今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。あ、待って、じゃんけん忘れた。せーの、ソラロンじゃんけん、じゃんけんブン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 。あのみんな、サラノン日記待ってますからね。皆さん、サラノンが配信せんからとか言って、あの書くのやめないでくださいね。元気もらってるんで。うん、じゃあみんなまた会おうね。29、30日はお話し会よろしくお願いします。そして8月の5日はゼップ横浜ですっけ。で、そう、あのコンサート、チーム兼 2B コンサートあるので、ラストコンサート見に来てください。そう、私にとってはね、そう、8月5日が大きいコンサートは多分ラストなので、そう、はい、じゃあみんな待っててください。そう、今日ね、あのコンサートのさ、なんかグッズかな、ガチャガチャの特典めっちゃ書いたので、そうそう、楽しみにしててください。とか、なんかいろいろ演出で使うものとか、まあいろいろね、あのサインとかいろいろ書いたので、楽しみに待っててくれたら嬉しいです。いや、なんかね、めっちゃね、とりあえずね、なんかね、あのどこまで言っていいかわかんないんですけど、あのとりあえず、あの何かの特典がね、めっちゃいいよ。そう、めっちゃいい、羨ましいなって思ったので、私が欲しいぐらいにいいなって思ったので、みんな当ててください。そう、みんな、うん、特典なんかの、そう、私もちょっとね、あのちゃんとは分かっちゃうんだけど、とりあえずなんかコンサートに関するものの特典らしいので、うん、あの当ててくださいね。そう、でもガチャガチャって言われた気がするよね、私。そう、ガチャガチャって言ってた。ガチャガチャの特典、ガチャガチャってどういうガチャガチャ、分からんけど、あ、よくあるやつかな。あのよくさ、あの野球のキャンプにもあるんやけどさ、ガチャガチャ、ああいう普通のガチャガチャかな、分かんないけど。でもガチャガチャって、だいたいサロンのイメージ、そういうガチャガチャって500円な気がする。わかんないけど、私全然わかんないですけど、めっちゃ予想で話してるんで、多分そういうガチャガチャがあるんじゃない？え、違ったらごめんね。あ、ネットでガチャガチャ？待って、どれかわからん。ネットでガチャガチャやったこの間。じゃあ、ああいうガチャガチャじゃないのかな。でもなんか野球とかさ、なんかアーティストさんのライブとかはさ、だいたい500円とかじゃない？ e-girls さんとかに行ったことあるっちゃけど、500円やった。うん、いや、あの500円いっぱい持ってきてもな、500円のガチャガチャじゃなかったら申し訳ないんで、あれですけど、そう、何かのガチャガチャ。ガチャガチャってこれよね。ね、まあまあまあ、みんな特典楽しみにしておいてください。あ、そう、あのさ、そう、特典のね、写真みんな漏れてたんですよ。みんな漏れちゃった。そう、でも特典何があるっていうのはさ、どこまで喋っていいか分からんから言えんけど、あのめっちゃ漏れてました。みんな漏れてた。そう。
リュックに入るだけ500円用意しますって違うメンバーが当たっちゃうかもしれないじゃん。そういうのあれって選べるんかな、推し。まあまあ、みんな楽しみにしててください。みんなってどういうこと？でもさ、やっぱさ、一人当たりのメンバーが書いてある得点って少ないからね。もう倍率は高いですけど、いくつか書きましたよ、うん。え、今日さ、今日ね、2時間半ぐらいさ、もう書き物してたって、書き物してたんですけど、真中さんがお隣に来てくださって、あの真中さんが、そうさ、あのまだ丸々書いてんのって言われて、書いてますって言ったら、え、ここまで書かなくてよかったのにみたいなさ言われてさ、さ、あの私めっちゃ時間かかりすぎた、ちょっと余計なものまでいっぱい書いちゃった、うん。あ、そう、見えんね、これ。ここめっちゃ今ペンの跡がめっちゃついてるっちゃけど、それも今日の書き物な。ピンクやからさ、あんま見えんね。ここピンクいんですよ。あー、わからんね。トレードってなん？メンバーごとにガチャガチャあったらいいの。あー、それじゃ楽しくないんじゃない？え、でも2時間ぶっ通しでテスト書いてたって。そう、私2時間半ぐらいかな。え、待って、2時間ですかね。2時間ちょっと。そう、私はね、今ピンクがついてない。ピンク本当はね、指がね青かったんですけど、取れました、無事。交換ね、サノンらしい。そうなんです、うん。そう、なんかさ、これ両面あったら、これどっちも描いた方がいいんかなとかなるやん。で、両面描いてたらなんか多分片面だけでよかったっぽくて、そう、めっちゃ頑張ったので、うん。そう、あ、でもそれは、あ、でもまあ、これ言い過ぎちゃうとあれなのであれなんですけど、それは何かを頑張ったらもらえるものではないかもしれないけど、まあ、チャンスがあれば、あの、手にしてほしいですね。みんな得点、なんかガチャガチャかなんかの得点、みんな、いや、楽しみにしててください。めっちゃ笑ってた、そう。でもね、なんか、それ10枚書いたっちゃは、10枚書いたっちゃけどさ、あの、あんちゃけど、そう、でもあと1枚やから両面頑張ってって言われて、そう、全部両面描いたんで、そう、2時間描き物頑張ったんで、皆さん、多分みんなあれだね、でもみんなも頑張っちゃったけど、描き物今日でも多分2時間も描いた人おらんと思う。今日終わるかなって思ったぐらい、そう、めっちゃ頑張った。でもまあまあ楽しかったですよ。でもなんかさ、あれだね、コンサートの、あのコンサートに関する書き物するのも最後やったかな。悲しい。写真撮ろうって思ったのにさ、撮れなかった。あの一番頑張ったやつ写真撮りたかったけど、なんか急いで回収されちゃいました。多分サノンが書くのが遅かったでも8の時めっちゃ書きもいい。1人カード50枚とか100枚とかあったかな。なんかあったかも、懐かしい、うん。よし、じゃあみんなそろそろ終わりますよ。
ジョゴーンもちょっとあれしちゃった。じゃあね、土日会えるんでみんな。うん、やばい、とっても不安。待ってます、パシヒコ横浜で。みんな来てね、パシヨコ。よし、みんな終わりよ。終わっちゃいますね。おやすみなさい。バイバイ。終わるね。おやすみなさい、みんな。ありがとう。